愛香ちゃんです。ミカが映ってない。どうして札幌に来られたんですか。この寒い街に。うん、いやなんとちょっとサナと二人でお金出し合ってすすきのでホストクラブを作ろうと思いまして。なんか歌舞伎町でもう一店舗作るっていうよりも次札幌を行きたいんだよね。だからまあそうやな、ね、年末か年明けの札幌店とかもサランも手伝ってほしいし、うん、俺の地元なんでサランと一緒に。なるほど、うん、嵐に行こうかなと思って。あ、刑事グループとしては初。まあそうですね。ミスターもめちゃくちゃね盛り上がってるわけじゃないのにもう1店舗目を作るという地方に無謀な挑戦ですよ。まあ去年から言ってたんでね、うん、じゃないと従業員とかもついてこないですよね、うん、何年も同じ内装でミスターやってるだけでも結構言われたりするんで、うん、引っ越し候補初めて今日見に行くんですよ。内見みたいな。ああそうっすね、そうっすね、ここのビルですね。どうぞよろしくお願いします。じゃあ実際にお願いします、はい、内装のどっから上がるんだろう。どっからですか。結構すすきののびれで内装とかやられてるんですか。はい。ああそうなんだ、心強いな。失礼します。今日お店見させてもらうって聞いてますか。あ、いいですかね、ちょっと内見させてもらって。今も営業してるんですか。あ、今エアグループがそうですね、歌舞伎町でも大手のグループさんがやられてて、さらに大きいとこにすすきの内で引っ越すってことで、ここの箱開くけどっていうので懇意にしてくれてるんで。へえ、じゃあもう内装、いやちょっとでもなんか全くね同じってわけにはいかないんで壁とかソファーの色とか床とか色変えちゃえば別に変わると思うんですけど、それだけでも 400-500 万かかっちゃうんじゃないかな下手したら。それだったら壁が綺麗なんだったら逆に上物のシャンデリアとか床とかソファーの張り替えとかで色変えて電気変える方がいいんじゃないっていうようなアドバイスとかもあったんですよね。これで何人ぐらい入れるんですか。これでも30人は余裕で入れますね。ミスターより広くない。ミスター広いっす。ミスターです、はい、多分なるべくお金かけないでもさ、なんかすごい高級感がありそうな色合いで黒赤白なんて一番定番でこれ使って。ありがとうございます。大体なんとなく僕も初めて今日見たんで、はい、意外と使えそうな部分も残ってたんで、そのタイルの部分とかはそうですけど、直さなくちゃいけないとこ確認できたんで。ありがとうございました。ありがとうございました。基本社長の方にお願いします。はい、LINE します。よろしくお願いします。お願いします。いやー、サラ実際に見てどう。地方だなって俺思ったより綺麗だったよ。あ、でも、まあ、もちろんそれは綺麗でした。まあ、ソファーとかがちょっと写真とかガムテープは見たことなかったんで、ありがとうございました。いや、あんなもんだよ、あんなもんだよ。ちなみに知識なんですけど、札幌で太陽館に入る人たちなんでこんな入ったの言われる物件です。これはいろんな店が多いから、アフターバーとかが多いから、やからの人間が昔多かったから、ここ行くとよくトラブルが多いから太陽館は絶対当たらないからやめなって言われて、ね、殺し屋市みたいなビルですよね。いや言われましたよ、なんかサッパーとかもめっちゃ多いんで、朝から晩までずっと酔っ払ってる人がいるビルっつって。であったんだけど、ここするんだと、うん、人の出入りはあるから、縁起のいいとこですよって言われたんで。どうせだったら日韓とかから入ってきますか。あれですか、ホストクラブ通りみたいなのはあるんですか。いや、ないないそんな、歌舞伎町みたいに割合多く入ってるビルとかありますけど、固まってないって。3階に風俗入ってるのに4階にキャバクラあったりとか、普通ないじゃないですか、歌舞伎町の感覚だったら。そういうビルって飲み屋入ってたら全部飲み屋ってイメージだけど、だからすすきの一帯がこう
人気なビルとか老舗のキャバクラとか入ってたりするよねってビルがあったりとか、でもやっぱめちゃくちゃ変わってるんで、こんな看板なかったよみたいな。だからもう分かんないですよ本当に、札幌人って言えないです。ここすね、ジンジャーエール、ジンジャーエール、カフェオレあるよ。あ、ブラックにします。コーヒーブラック、はい、コーヒーブラック、ホット、コーヒー、はい、ホット2つでいいですか、ね、ちょっと僕もホットコーヒーください。ちょっと有名そうなお店ですよね。ちょっと僕もちょっとたしなんでみます。すいません、失礼します。プラスジンジャーエール、いや、札幌の勝ち方を多分本当にその東京のやつ連れてくか、もう SNS 強いやつ連れてくか、 YouTube とかあのちょっと影響力あるのを出すしかないです。もう保守力別に必要ないと思うんで、いただきます。あ、これいいですよね、すごい、これいいですよ。俺あのとにかくボスしか飲まんから缶コーヒーのこれぐらいの、全然違うじゃん。一番違う、でもこういうとこ薬みたい。いやいや、それミスってます。めっちゃ苦いですよ、だってそれでコーヒーですから。え、何を楽しむんですか、コーヒーって。こういうなんか、うわー、古いとこはちょっとどうしたんですか。本当に、ちょっと、ちょ、本当に美味しいと思って飲んでる。もちろん、もちろんです。苦すぎますか。え、ちょっと、これは無理かもしれない。びっくりしたよ、本当に。ちょっと住所言いますね。はい、一体何を話すんですか。なんか内装を見て従業員の顔を見たいだけですね。どんなメンバーがいるんだろう、地方の。うん、うわー、寒かったな。この辛い冬を乗り越えて春になって桜が咲いてさ、やっぱ四季があるってのがいいよね。うわーってなるもんね。なるよ。いや、だって東京ないじゃない、だってもう四季が冬、夏、夏、冬みたいな。やっぱ四季があるのがいいよ。やっぱ4回、春、夏、秋、冬、4回、3ヶ月に1回季節が変わる、これ大事だと思うよ。あー、すごい大事。東京なんてギリギリまでなんか20何度って言って、いきなり明日から寒くなりますとかってね、体が追いつかないもんね。いや、体は追いついてるかもな、気持ちが追いつかない。どう？いや、そうかもさ、やっぱりどっちらかといえば、うん、はい、こちら5階 PM29。 失礼します。お客さんはみんな札幌の女の子ですか。そうですね、今、まあ、やっぱ多いですけど、まあ、道外よりも日野じゃないところの頃も多いです。へ、えー、そうですね。どうぞ、あれ、どうぞ、あ、ケンティー、ケンティー、ケンティー。人数何人ですか、今。まあ、上記23人です。わ、いるね、はい。でももっといたんすよ、30人近くまで増えたんですけど、やっぱこう、いいんじゃないですか。でもいらないやついらないよね、本当に。一番やっぱ不安なのがスタートの人数だから、はい、多分変なのも入れちゃったりして分母稼いじゃうのかなっていうイメージがあって、はい、歌舞伎の時に、売れてないやつ連れてきたんで、はい、そういうやつが意外とこっちで巡ってってるんですか。本人たちも良かったんですね、はい、誰が行くみたいな、何も決まってないですね。うん、あの、あとやっぱ本人のその希望ももちろんあるから、で大体売れてない子が行きたいって言っても悩んじゃったりするよね。かといって売れっ子行かせるのも怖いし。
うわぁ、嬉しいっすね。来れてよかった。仲間来たみたいな感じですね。うん、一緒に倒そうぜ。ヒロサラン仲良くして、ちょっと、はい、ちょっと いいですか、ちょっと、あ、いいです、はい、ストーリー撮って2人、はい、もちろん。ありがとうございます。いやいや、バキュンじゃねえよ。ありがとうございます。うわぁ、ありがとうございます。来てよかった。いや、先に行ってくれてた先輩テンポ、いやいや、先に蹴っていいですよろしくお願いします。綺麗だったね、店。綺麗ですね。ちゃんとしてる、東京っぽいっていうか、妥協してないってことは、内勤とか運営がめっちゃ大事なんだ。でもなんかやれそうな気したね、はい、それで流行ってる方なんだったら、二十何人いたら、やっぱ来てよかったですね。いや、来てよかったですね。めちゃくちゃ冷めてますね、感情。そういえばやっぱ式があるのがいいよ。やっぱ4回、春夏秋冬4回、はい、3ヶ月に1回季節が変わる。仕事スイッチ入るとそうなんだよ。全く変わんだよな。いや、本当なんだって。本当なの俺。やっぱセナラン社長どんな感じも思われるわけじゃない。だから変なこともできないし、ってなるとどん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 歌舞伎町に戻っちゃって、北海道じゃなくなって自分が嫌です。キャバクラ行くかじゃん。はじめまして、早乙女サランと言います。ねえ、寒いのに。あの、ミスター、はい、代表。緊張する。いや、緊張しますよ。正座してますよ。なんで